今日はもう最初から外してもらって。ああ、わかりました。早くマスクしてもらいますね。寒くなってるので、ね、こう進んでくる、いつもより進んでくるときにね、あの環境に正解です。進んでますか？うん、ちょっと進んでいいです。あの環境に大会の温度に合わせて。初公開で声出して歌いましょうか。お願いしますいつも何やってるか分からへんやろか、ね、細放置してください発声練習するのもとかですひふみよい回りてめくる胸やこと静止令形先空にもろけせゆえのあえついね本かたかむなまかたまの天のみなかぬし高みむすひかむみむすひみすまるのたま ましたかかむあしかひひこところちまたの時おかしいというやつですね、ずっと歌ってます。おかしいですオッケー。あ、むちゃむちゃいるんだなもう一回ちょっとひねってみて。はい、あれ、はい、反応してましたよ、ここ反応してたんですかね。あの、みぞおち、背中があるからいつもみぞおちに入れるんです。ここら辺が反応してます。なるほど。丸山先生、いつも溝落ちに向かって子守歌って気がするように歌えていいですね。本当、お高くなったの。空もふわーっときます。もともとは椎間板ヘルニアになってしまって、1年ほど、自宅で治療してたんですけれども、まあ、やはりずっと腰の痛みが続いていたので、ここに通うようになったのが6年ほど前だと思います。でそれからも仕事を続けていくと今度首の方にあの痛みが出てくるようになったりして、でそれで本格的に、まあ、継続的に通うようになりました。そうですね、針の治療もとっても楽になるんですけれども、薬を押してもらうと体がこうふわっと暖かくなる感じがまずあって、でそこにさらにこう、まあ、いろんな手術が加わるので、まあお風呂に浸かりながら手術を受けてる感じっていうのもあるし、全然そうですね、暖かさとか体の柔らかさっていうのが、まあ、加わったのかなっていう感じはします。もうほぼ毎日使ってますが、以前いただいたことのある赤いカードがあるんですね。あれは私が仕事をしていても肩こりが辛い時に両肩に乗せて、まあ、パソコンをしたりとか、まあ、本当に痛みが出た時に、まあ、首のところにタオルで巻いたりして乗せてます、まあ、そうすると痛みが少し消えてきます。やっぱ温かさを感じます。で、ゴールデンドラゴンの方は背中が痛くなることがあるんですね、仕事が、まあ、帰ってきたりするときに、その時に背中に張ってあの仕事をしたりとか、あるいはもう出張することが分かっていて自分の苦手な人混みに入るときは、まあ、最初から、張って出張に行くようにします。でホテルまではもうずっと動かさない。でその他、まあ私は時々こう肩をつかまれたような感じがするので、そうした時はあなんか外から嫌なものが来てるかもしれないと思って、まあ、防御のために
その背中にゴールデンドラゴンを、まあ、向きを変えて、通常は自分の体の方に向けとくんですけど、そうじゃなくて外向きにして、まあ、できれば守ってくれたらいいなというふうな感じで使ったりします。必ずここにこう手を置いて、あのカタカムナを3回唱えます。もう唱えてる間にこうわーっとこう左手から入ってきて、うん、右手の方に染みてくるんですね。右手から入ってきて、うん、あ、右手から入ってきて左手に、はい、染みてきます。来た、はい、でそれで頭からこうずっと足の方に来る。で3回唱えているとだんだんこう全身に来るので、来たと思いながら座るで、ね、座ってると今度はそれが何だろう、増幅していく感じでぐるぐる回るんです、はい、だからここで温泉に入っている感じを楽しむ。あそこはだからパワー注入してここで、うんうん、あ、じわーってくる、もうぐる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 するのを、うん、感じる、なるほど、はい、っていう時間にしています僕も今度やりますだから手を離すと余計にそのぐる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 力を感じる。あの気候でも距離があればあるほどパワーが強くなるっていうんですよね、うん、だからまあ、ね、つながってなくても、うん、まあ、この中で、まあ、今もらったものを回す感じ、うん、はい、ね、あのでもぐるぐるしてるんですよ、うん、あ、本当、はい、一番最初からっていうの最初ちょっと、はい、あの私ちょっと腎臓と心臓が信じられないですけど、はい、腎不全を起こしたりして子供、はい、まあ、あのそういうことがあったり、はい、でちょっと狭心症がちょっと20年ほど上がってたので、はい、その2つで一番最初にあのご縁をいただいたんですよ。あ、はい、一番最初にもう20年それから案内して、それからまあちょっと8年前に急にがんになりまして、はい、その胃のがんの治療とその本質的な中のその治癒能力っていうんですか、はい、あの自分のエネルギーとか免疫力をこう自分の力で出すようにっていう風な治療をずっとしていただいてます。はい、まあ、してそれで今のこの肩かむなってそれとにかくこれを知ってるとな芯が高くなってくるんです。あの体の奥が、はい、それがすごく楽で、こう例えばシップしたいなんかもシップしたいなんとかって言わなくても、これ当ててちょっと5から8まで書いていただいて、それ読んでたりしてると、なんか芯がで、そのあの皆さんの時ってこうあの免疫力を高めるあの治療法ずっとやってて、あの抗がん剤も途中でもう自分の方から先生あのかかってる先生にやめたいって申し上げたら、普通は昔は10年5年って言ってたんです。今は10年単位らしいんですよね。飲まなきゃ、薬物療法なんか、ホルモン療法とか、化学療法、免疫療法っていう、手術、レントゲン、手術放射線、抗がん剤とかって、そのいろんな治療法の中で全部一通りっていうのがあったんです。私はとにかく途中で自ら辞めたいって申し上げたら、先生が、あ、いいねって、皆さん元気だからいいよ、辞めてもっておっしゃったんですけど、本来は食欲がなくなったり関節が痛くなったりももちろんいろんな副作用があるんですけど、それが全くとは申せません。あの関節が痛かったり、私はちょっとあの匂いが全くなくなってしまったので、あの味はできたんですだから、そういう副作用はありますけど、でも基本的にあの副作用の辛さがなかったのは南先生のおかげだと思ってます。普段は神棚に置いといて、はい、であとはその背中にしたりその足首に当てたり、はい、あの、例えば痛いなってことはあんまりないですね。やっぱりなんか、うん、あの私はちょっと腎臓がもともとが悪いもんですから、やっぱりあのこうあの
膀胱の辺がちょっとなんか子宮が近くなったりとかした時お腹に当てたり肩に当てたり、そういうのを感じで使ってます、はい、とにかくから汗が出てくるんです。今回初めて南先生のその薬を使った治療をね受けたんですけども、うん、すごく早いと思います、効果出るのが。最初背中にこう張っておられましたけども、それだけですごくこう肩甲幹部とかこうあるいは前の方の胸までね、うん、温かい感じがこうしてきたの でそれと合わせて経絡を使って治療されてたので、すごく緩むのが早かったんじゃないかなという印象なんですけどね。でその後仰向けに寝てこのお腹に置いてもらってもやっぱり、お腹っていうかこう溝落ちやね、溝落ちやね、それからこう胸にかけてがこうポカポカするような感じがあったので、だからリラックスがすごく早いと思いますし、それプラスその経絡の流れもね普段以上になんか意識できたんじゃないかなという、そういう印象です。